きな塾チャンネルへようこそ、塾長のエサです。はい、今日は2022年10月の時事問題解説を、やっていきたいと思います。はい、今回のトピックは全部で5つ。まずはノーベル賞、そして鉄道開業150年、そしてイギリストラス首相辞任、さらに 2.5 度上昇、最後にコロナ関連。はい、以上5つのトピックについて解説していきます。それではご覧ください。はい、まずはノーベル賞なんですが、はい、今年はですね、残念ながら日本人の受賞、ありませんでした。はい、去年はですね、真鍋淑郎さん、がですね、ノーベル物理学賞、受賞してたわけなんですが、まあ、それを、あ、去年は真鍋さんだったなぁなんていう思い出した時にですね、あ、そういえば、ということで、真鍋さんって確かアメリカ国籍だったよなっていう、はい、ことを思い出したんですよね。はい、実際こうアメリカ国籍取得されてて、正確にはアメリカ人なんですよね。まあ、日本で生まれ育って、まあまあ日本人は日本人なんですけど、現在はまあまあ正確に言うとアメリカ人ということで、まあね、なんでそのアメリカ、国籍取得したんですかみたいな、その理由がですね、その日本の研究環境、その研究費がどうだとか、その環境がどうだっていう、それがやっぱりアメリカの方がこう優れてるんで、なんていうこと、話されてたななんていうのを思い出して、ああ、なんかちょっと残念だなと。日本人が今年受賞しなかったなっていうことに加えて、なんかちょっと残念なことを思い出しちゃったななんていうふうに、そんなことを考えてたんですけども、まあね、まあ、その研究環境をどうするっていうのは、やはりね、国の方がね、しっかりとこうやっていかないとね、こう優秀な人材がどんどん海外に流出してしまうっていうのは、本当にこう国としてね、大きな損失になると思いますんで、ぜひとも、しっかりと対策してほしいななんていうふうに思っております。次は鉄道開業150年、ということなんですが、はい、鉄道が開業したのが今からなんと150年前、時は明治時代ですね。はい、1872年、新橋から横浜間、ここが開通したのが日本で初と、いうことになっております。そしてこれはですね、中学社会では、まあ、明治時代の殖産工業政策、これの中で、教科書できちっと触れられておりますので、まあ、150年、の記念の年ということもありますんで、初めて開業したのが新橋横浜間と、いうことは、しっかりと覚えておいた方がいいと思います。はい、次は、イギリストラス首相辞任と、いうことで、はい、このイギリスのトラス首相ですね、まあ、名前、聞いたことある人、どれぐらいいるでしょうか。何せ、今年の9月に就任したばかりと、いうことで、もうまだ就任ほやほやなんですが、早々に辞任することになってしまいました。はい、実際在任、在期間っていうのが、まあ、1ヶ月半、45日ぐらいということで、まあこれはイギリスでは史上ね、最短、の在期間ということになってしまったと、いうニュースが入ってきました。まあ、そのね、辞任の理由っていうのが、まあ、主に例えば経済政策のこの、支持が得られなかったりとか、まあ、そういったことなんですが、まあ、これはね、トラス首相、まあ、トラス元首相なんですけども、まあ、ちょっとかわいそうではありますよね。このイギリスは非常にこう難しい時期を今迎えていますんで、それこそ EU 離脱して、まあ、これからね、新しく、舵取りをしていかなきゃいけないタイミングでのこのウクライナ問題、非常にこう、国内国外で、
問題をこう抱えてしまった中でのこう経済政策の舵取りというのは非常に難しかったんではないかと思います。はい、ということでちょっとね短い期間でしたが辞任して新しく首相になったのは、リシ・スナクさんという方なので、まあこれ名前聞かれることはほとんどないとは思うんですけど、一応あ聞いたことあるなぐらいには覚えてほしいなと思います。はい、次は 2.5 度上昇ということで、非常にちょっと曖昧な表現をしていましたが、これはですね地球の平均気温、これがですね、まあ、今世紀末までに 2.5 度上昇をしてしまうんではないかというのが、こう国連の、気候変動枠組み条約の事務局、からこうそういう、報告がありました。はい。まあね、2.5 度上昇って言われてもこうピンと来ない人多いかと思うんですが、まあこれ例えばね、まあ全然ちょっと比べられないんですけど、人間の体温が平均 2.5 度上昇したと考えれば、えぐいことになりますよね。まあ人間の体温の平均ってまあ大体 36.5 度から37度ぐらいの間ですよね。それで 2.5 度体温平均上昇したらもう39度から、ね、そんな超えるような体温になってしまうんで、大変なことになってしまいますね。はい。まあ、人間はね、もう42度を超えてしまうと、まあ、ほぼ、残念ながらちょっと命の方が危ういということになってしまいますね。血液内のタンパク質なんかがこう固まってしまう、凝固してしまう、ので、まあ、目玉焼きなんかがね、焼いて、白身が固まっていくようなイメージを、だと考えてください。はい。それがもうね、体中の血管の中で、起こってしまうんで、もう血が流れなくなって、まあね、という、ことになってしまうわけなんですが、まあ、地球とね、人間の体温、まあね、全然、関連はないかもしれないんですけども、まあ、地球にとってもね、この 2.5 度平均気温が上昇するというのは、実は非常に大きなダメージがあるということは覚えておいてほしいですね。はい、実際このまあ地球温暖化の影響で、例えばですね、アラスカなどは、こうね、氷が溶け出してしまって、もう街が水没してしまうという、そういう、地方も出てきてたり、なんかして、実際にリアルにこう影響が出始めているんで、まあなんとかね、国連はこうね、現在のこの気温の上昇ペースにこうね、警鐘を鳴らして、なんとかそのペースを緩めていこうなんていうふうに、しているわけなんですが、なかなかね、現状では不十分ですよという、そういった報告書が公表されました。はい、最後はコロナ関連なんですけども、はい、まあもうね、時期的にはこう、すっかり寒くなりまして、まあ、もう年末近づいてきたなーなんていう時期なんですけども、まあそれに伴ってというわけではないんですが、こう、第8波ですね。これのピークが年末年始、もしくは年明け1月、中に来るんじゃないかと、まあそういう予測がなされております。はい。まあ実際、こう、私の周りもですね、まあ感染しましたっていう話だったりとか、学校でこう、学年閉鎖ありましたなんていう、そういう話も入ってくるので、まあ安心できる状況ではないとは思うんですが、最近例えばコンビニ行ったりとかスーパー行ったりとかって言った時に、あの入り口の消毒結構スルーしてしまっている人って増えてるようなイメージがあるんですけど、どうでしょうか皆さん。
まあもちろんね、あの消毒をしたからいい、しなかったらダメとか、まあそういう善悪とか、そういう問題ではないんですよね。その感染するしない、させないっていうその意識をどれだけ持ってるかっていうところがちょっとこう警戒心がこう緩んできてるんじゃないかなっていうのが個人的な感想なんですよね。はい。まあね、私がたまたまそういう現場を見ただけかもしれないんですけどね。まあ何回か、しないんだ、やんないんだ、そのまま行っちゃうんだみたいな、のがあるんで、まあね、だから、しろよっていうのもまたね、これは難しい話なんで、そういうわけではないんですけども、どうしてもね、こう、大丈夫かななんていうふうな、心配は尽きないわけです。はい。で、そのワクチンの接種とかもね、もう第4回、かなり進んできております。私もですね、12月ですね、入ったらこう接種予定になってますんで、まあまあワクチンもね、接種したからどうだっていうわけではないんですが、まあ、やれることはやっとこうかなという形で、第8波に備えていきたいな、なんていうふうに思っております。はい、解説は以上になりますが、いかがだったでしょうか。まあ、久しぶりの、尋問台解説ということで、ちょっとしばらくお休みをしてたわけなんですが、まあ、これからね、まあ、ちょっとね、このお休みしてた理由とかがね、別の動画でちょっとお話ししてるんで、できれば見ていただければな、なんていうふうに思うわけなんですが、まあ、ちょっとね、調子が良くなってきたんで、ペースを取り戻して、尋問台解説、やっていきたいな、なんていうふうに思っておりますので、よければ、見ていただければなというふうに思っております。ということで、今回は2022年10月の尋問台解説をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。